レスでブラックアウトです。今スタート、青い無人チーム東洋タイヤディレクト86、藤野井の行き、後ろからサイロンから S15、 田中誠美、さあ田中誠美近いところ、いやしかし藤野も踏んでいる、藤野も踏んでいる、旋回していく、それに対して田中誠美近づけた、さあここが速い、ここが速い、さあ VR さんは記録、ここが速い、角度ついてる、角度ついてる、速い速い速い、切れないというポイント、4ポイント、あと1ポイントを取っていけるか。まずはサイロンから、この田中誠美から、後ろ東洋から86、藤野秀樹、さあ飛び込みがいい田中誠美、そしてそれに対してまずは藤野が飛躍してきた、ずーっと近いところ、夜ここで夜寄った、入った入った入った、当たった当たった当たった、高橋克実との対戦、藤野秀幸が正当な音がスタートしていく、 VR386、 藤野秀幸、そして後ろからリンドンゲージ、さあ直人が釣れ、さあどうだ、前の藤野に対していい距離にいる、いい距離にいる、いい距離にいる、さあ寄っていく、ここが速い藤野、ここが速い藤野、それに対していやー、またしてもやる、またしてもやる、さあ一気にやる、そして後ろから86、藤野秀幸が行く、まずは高橋が行く、それに対して藤野が入る、藤野が入る、さあどうだ、藤野がずっと入ってくる、入った入った、いやー近いねー、捕まえた、一回引いて、いやー捕まえとるね、上手、完全に見た見た、見た見た、やるやるやる、これは無理やり、藤野秀幸完璧に寄り切った、うわ藤野以上の後追いを見せなくてはならない、さあまずは VR386、 この VR エンジンを積んだ速いマシン86に対して BMW 高橋が、高橋が行く、高橋が行く、さあどうだ、やっていく、高橋メール、高橋メール、しかしここから止めると、さあ藤野に対してここで入れない、ここで入れないんだ、さあここで入りきれない、シグナル3つ消えていました、どう
今シグナル消えてスタートしていく。さあ飛び出てくる。まずは藤野秀幸、そして横井が、横井が捕まえたいところ。グーッと入ってる、入ってる、入ってる、入った、入った、入った、つまいところ、見た、見た、見た、横井が入った。さあ逃げる藤野、しかしもう一回、もう一回捕まえている。いやこれは完全に横井が捕まえきった。横井に対してもうそこを行くしかない。さあ横井が行く、横井が行く、それに対して藤野捕まえたい。さあなんとしてもここは藤野が捕まって止めるか。いやー、いやー、そこまで入れない、入れない、入れない。さあ横井が逃げる、さあこっからは横井が逃げる、こっから藤野が来る、こっから藤野が来るはず。ウェーンってやった、ウェーンってやった。さあ入った、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 コウジロウ。この対戦どういう結果が待ち受けているかどうか。まずは VR 搭載のこの86、藤野秀幸が前、そして後ろからメクワコウジロウ、 2J 搭載 180、 今降りてくる、スーッと立ち上がってくる。メクワが入る、メクワが入る、藤野に対してメクワが入っていく。いや、サイドバイサイド近いところ、メクワが捕まえている。すごい、なんとか振り切りたい藤野。めっ、良い追走、良い。もう藤野とにかく関係なく思いっきり後追いでいくしかないということにもなります。16.5 の差、これを埋めるのはちょっと難しい。でも最後の走り、なんとか藤野、メクワについていく。しかし早い、いや、まだ藤野が入れていない、藤野が入れていない、メクワが逃げる、メクワが逃げる、藤野が入れない、藤野が入れない。さあメクワ、メクワがそのまま逃げ切った。いや、メクワ選手のこのすごい、藤野秀幸が3勝しているというところがあり、相性は藤野がいいんですが、さあこの対戦でも分かりません。藤野のこの VR 搭載86もまだまだ仕上がっていないというところから、しかし良くはなってきたと言っていた。それに対してこの GR2 プラス、いいじゃないか、いいじゃないか、いい追走だ。これは先行はなかなかいい走り、藤野もいいところ行っている。それに対して畑中、まだ入れてはいないか。ちょっと入りそうだったけど入れない。入りこれは少し勝ちに行ける後追いができるかもしれません。さあ無理をせずにどこかで取っていけばいいということになりますが、しかし赤目の GR スープラ、さあ逃げていく畑中、思い切りアートから出たか。さあそして後ろから、いや、藤野がいる、藤野がいる。さあ藤野がコントロールしている。さあここは近いところによる、近いところによる。さあギリギリのところ、ギリギリのところ、もう一回寄っていく。ここは数ポイント取ってった藤野秀幸。中村直樹か藤野秀幸か、今動き出しました。さあまずは中村直樹先行、後ろから86、藤野秀幸が来る。まずは中村直樹、そして後ろ青いマシン藤野秀幸もついてくる。さあどうだ、ずっと入ってくる、入ってくる。さあ藤野秀幸、危ない危ない、小さいところを生かされた。いやー離された、離されちゃったね、離されちゃったね。あ、ちょっと入ってましたけど、ステージを取りました中村直樹。こうなりますと前のマシンを見ながら後追いポイント1ポイントずつ取っていこうということになると思います。さあ降りてまいります。まずは86、この藤野の車に対して中村直樹、おーっ、おー、入っている、入っている、いや、近い、サイドバイサイド、いいところ、やっぱりこの辺り中村直樹、完全に捕まえた。まだまだ仕上がる、この BMW はちょっと違います。今回は 2JZ にエンジンも変えてきた。さあどういう走りを見せるのか。しかし相手は藤野、藤野も先頭が詰まっていれば、いい走りができるはず。さあどういう飛び込みになるのか、強っていく。さあいい球、高橋克実のこの走りに対して藤野が近いところ、そして寄っていく藤野、寄っていく藤野。さあどうだ、ちょっとここから苦しいか、藤野は苦しいラインだ、大丈夫か、中行き切った。ここまでの戦い全くわからない。さあまずは藤野が来る、その後ろから高橋和美、まずは高橋近いところに狙っている、ずっと来る藤野が、藤野くん残り高橋がいる、いいところ一瞬寄った、すごいところまで寄ってった。
さあ近いところ、逃げる藤野、藤野がいい角度、それに対して高橋もやる、高橋もやる、なんとかがつきながらも中心高橋もやっている。今スタートしていきました。さあフォローサー次アレックセブン、水色のアレックセブンのところに VR の八六、この八六藤野がツーッといく、ツーッといく、近いところにはいる、近いところにはいる。さあちょっと角度が戻ってきて、さあ藤野の角度がちょっと耐えきれなかったか、そしていく、まだいく、松井がいい角度を持っていく。さあそれに対してもう一回藤野が飛び出しました。藤野秀幸、そして後ろからフォローターアレックセブンの松井幸男が、さあ VR 搭載の八六、藤野に対してグーンとグーンと出る。さあもう一回やっていく、さあどうだ、さあ藤野に対して、いやでも藤野も逃げる、そしてもう一回行く。さあ近いところアレックセブン、グーンといい距離にはいる、距離にはいる、さあ近いところ八六、そしてよっていくアレックセブン。高橋和美の 2J ベスト、スーッと立ち上がってきた。さあ藤野が行く、藤野が行く、そしてそこから高橋がやる、高橋がやる、いや藤野もいいところ行っている、藤野をずーっと逃げていく、いい角度。さあ藤野がぐーっと加速して、そして高橋が入れるか、高橋が入れるか、いや入れないか、まだかまだか、ちょっと完全に折れたというところにはいかないか、完全に折れたという。今シグナル消えてスタート、まだ高橋和美、そして後ろから藤野が、藤野が来るか、藤野が来るか、さあ逃げる高橋、そして藤野がグーンとやる、藤野がグーンとやる、寄っていく、さあいいところに入る、いいところに来る、近いところに入っていった。さあここからまだ寄っている、まだもう一回やる、もう一回やる、ずっとやる。さあ寄っていく藤野、藤野これも一回藤野取っていった。そして藤野秀幸今スタート、どういう対決になるんだ。まずは中村、それに藤野が、藤野が入っていけるか、入っていけるか、いや藤野が行く、藤野が行く、いいところ、藤野が入ってる、入ってる、入ってる。さあここは藤野早い、藤野もいい、さあ逃げる、逃げる中村、そして藤野ここも届いている、ここも届いている。さあ中村が行った、さあ届いた中村、どんな走りを見せるか、今スタートしていく、どう出てくるか。まずは藤野、まずは藤野八六、藤野から中村の動きが出がってくる、いや藤野も速い、藤野も、いや中村が入る、入ってる、入ってる、入ってる、当たってる、ものすごい中村、ものすごい中村が入った、これが中村だ、これが中村の動きの当たってるけどいいだろ、そのまま行く、そのまま行く、ものすごい